んにちは。高校数学から始めるソフトウェア無線超入門。今回は第17回、設計に欠かせない積分と微積分学の基本定理ということで始めていきたいと思います。この動画シリーズではですね、このピコスタック SDR というソフトウェアラジオをですね、これの動作を理解することを最終目標としています。でこれの設計データ、公開していますので、もしご興味ありましたら作ってみてください。この動画は主催デジキーとマルツエレック、協賛アナログデバイセズ、企画 ZEP エンジニアリングとなっております。さて、今回はですね、積分は微分の逆の演算なんだと、もうこれだけお伝えできたらと思います。要は微分、今まで考えてきたやつなんですね。微分方程式とか微分係数とか、設計に大事なんだっていう話だったんですけど、その逆が導入されることで非常に設計助かるんだっていうことをちょっと強調していきたいと思います。でまずですね、なぜ積分が必要なのかというのをエンジニアリングの視点からですね、説明しつつですね、要は設計とは積分であるんだというお話したいと思います。で、リーマン和という言葉とですね、定積分という言葉を導入してですね、いわゆる面積の話から積分をですね、始めたいと思います。で、次のですね、最終的な微積分学の基本定理っていうのが今回のゴールなんですけど、そのためにちょっとワンクッション入れさせてください。定積分の平均値の定理というのをちょっと証明します。で、最終的にですね、微分と積分は互いに逆の演算なんですよという、これ非常に重要なお話、これを示している微積分学の基本定理というのがあるんですけれど、これを証明して終わりという流れでいきたいと思います。そうですね、もう本当に積分なんでやるんですかと、いきなり今回積分の話なんでやるんですかと思われるかもしれないんですけど、設計って積分なんですよ。はって感じかもしれないんですけど、コンピューターとかお好きな方、世界最初期の本当にほぼ最初と言ってもいいコンピューターでエニアックって聞いたことあるかと思うんですね。エレクトロニックニューメディカルインテグレーター&コンピューターという、略なんですけど、エニアック、これ、直訳すると電子式の数値積分機&計算機ってことで、これ積分する回路なんですね。なんかこんな冷蔵庫っていうか本棚っていうか、それのお化けみたいな、本当にこう僕の身長よりはるかに大きいような装置で、しかもこれって全システムのごく一部なんですよね。これがもうずらーっと並んでるような、本当にこう部屋、広い部屋一面コンピューター詰めみたいな形のものなんですけど、全体でですね1万7000本の真空管でこうコンピューターを作ったよってものなんですね。まだそのコンピューターギリギリ実現できたんですけど、半導体ないんで、要はこの当時の人は何としてでもこれが欲しかったんですよね。積分機、もう真空管だけ寄せ集めても今の何十倍もこう重くて大変なものを作ってでも積分したかったんですよ。これものすごいモチベーションですよね。コンピューターって積分機が由来だったと。なぜか、大雑把にお話しすると、これ未来を予測するための式、我々エンジニアの拠り所っていうのは、いわゆる微分方程式っていう式でしたね。非常に簡単に言ってしまうと、f'x イコール〇〇〇みたいな、こんな形の式だったと。で、この微分方程式、要はこれ未来の情報を含んでいる、いわゆる導関数っていうもので表されると思うんですけれど、これを積分してあげるとですね、元の f(x) に戻るんですね。で元の FX って何かっていうと、我々が未来予測したい対象、電気回路だとかロボットの動きそのものじゃないですか。それを表す関数が FX なんですよね。だから積分すれば、要は微分方程式を積分すれば元の関数 FX が得られる、設計完了っていう話なんですよ。そしたらやっぱりですね、この1万本以上の真空管寄せ集めてこんな大きい装置作ったとしても積分したいですよね。だって未来予測できるんですから。ということで、
昔の人もですね、何としても積分しようって思うくらい大事な話なんだっていうのはまず頭に入れていただければと思います。で、積分というと最初面積の話なんですね。で、面積求めることは興味ないわって思われる方いらっしゃるかもしれないんですけど、後でですね、本当にこの面積を求めるっていう話が微分方程式設計の話とちゃんとつながりますので、少々お付き合いください。はい、面積求めます。A から B の間、はい、端っこ A、もう片方の端っこ B で、この間の範囲で関数 fx、グラフ、曲線 y イコール fx のグラフとこんな形だとしますね。あと x軸、そして、この A と B のこの枠ですかね。で、ここで囲まれた部分の面積求めたいなっていう話からスタートしたいと思います。さて、どうしましょう。こんな変な形で囲われている面積ですね。で、もう書いてありますけど、まずですね、対象の区間を適当に分割しましょう。N 個に分けしますと。はい。端点 A イコール X0 と置きます。で、X1、X2、XN が一番端っこの点 B。はい、こちらが B ですね。今回これ N イコール4の場合ですね。X1 でまず1ブロック、X2 で分けて2ブロック目、3ブロック目、4ブロック目っていうふうに分けたと。はい、分けました。で、各区間の中に任意の点、代表点とか呼ばれるんですけど、TK っていうのを置きましょうと。はい。1番目の区間、ここの中には T1、2番目の区間には T2、T3、T4 という、適当に置いたと。で、各区間の幅をデルタ XK、1番目はデルタ X1、2個目はデルタ X2、デルタ X3、デルタ X4 というように、この幅を決めていくわけですね。要は幅揃ってなくても結構ですって言ってるんですね。で、それぞれの何らかの幅、デルタ XK を持った区間の中から代表点 T っていうのを適当に選んで、やりましたと。こういうセッティングをしたわけですね。そうすると、これ、おおよそのこの面積、このグラフで囲まれた部分のおおよその面積って、こんな形で表されますよね。1個目の区間は、底辺×高さ、要は縦×横で、デルタ X1 プラス、高さ、代表点使えば、F×T1。はい。で、これ3、四角形の面積になりますね。2個目、デルタ X2×F×T2。3個目、デルタ X3×F×T3。っていうふうに、要は縦×横ってこう、どんどん掛け算して足していくと、おおよその面積、この黄色く塗った部分の長方形4つ分の面積が出ますよね。これ、足し算の記号、シグマ使ってあげると、要は K は1番目から N 番目まで順番に全部足してください。縦、F×TK×横、デルタ XK。要は縦掛け横でちっちゃい四角形の面積出して、それ全部ダダダって足してくださいって言ってですね。そうすると、おおよその面積は確かに求められるっていうのは直感的にわかるかと思います。これをリーマン和と呼びますよというふうに名前ついてるわけですね。リーマン和。要は大雑把に計算した面積のことです。ただ、これどう見ても、全然本当に求めたいこの滑らかな曲線で囲まれたエリアの面積とはちょっとずれてますよね。そこで、はい、定積分っていうのをちょっと考えますと、今考えたリーマン和は分割が粗いとやっぱ全然合ってないわけですね。飛び出してたりへっこんでたりしますよね。で、この分割をもっと細かくすると、パパパパってもっといっぱい細かくするとちょっとこうフィットしてくる感じがしますよね。じゃあもっともっと分割細かく、無限に分割細かくってやっていったら完全にこの形にフィットしそうだな。ということで、対象区間の分割数 N を無限大にする。つまり一個一個の区間の幅、デルタ X は0に飛ばすと。したときに、このリーマン和、要は一個一個の四角形の足し算が、もしですよ、変な値に吹っ飛ばないで、一つの値に収束したならば、それこそまさにこのフィットした面積でしょう。ということで、これを定積分と呼ぶことにします。という、ルールですね。お名前つけたってことです。式で書くとこんな感じですね。はい。極限、N を無限大に飛ばすことのリーマン和、すなわち、F×TK×ΔXK っていう縦×横の総和ですね。
リーマン和で N を無限大に飛ばしたやつが収束したらその値をこう書いてください。A から B までインテグラルの fx dx とこういうふうに書きますよと。でこのふにゃっていう記号、これインテグラルと言いますよというふうに、まあ高校数学なんかでは習うわけですね。これインテグラル、これ s、 アルファベットの s をこう伸ばしたやつだって言われてますよね。でこっちのシグマもこれ足し算の記号ですけど、これもまあ s と s の由来っていうか、どっちもあの英語で言うとこのサムですか、足し算全部足せっていう意味ですよね。まあシグマがこう、シグマがアルファベットの S だと思えば、まあ、それをこうビヨーンと伸ばしたのがインテグラルなんで、まあ、同じことを言ってるわけですね。で FX、FTK と FX は同じですよね。でデルタ XK が DX に、まあ、要は無限にちっちゃくなったんで小文字で DX になったみたいに見ていただけると、まあ、分かりいいかなと思います。で要はこの極限値のことをこう書くからよろしくっていうふうにちょっと約束しただけなんですね。でこれ人間がそのまま計算するのは不可能でしょうと。だって無限に分割して全部足し算するんですよ。無理ですよね。コンピューター使ったって無理ですよ。だってコンピューターだって言うて有限ですからね。なんでまあ分かったと、あの面積っていうのは確かに理屈上無限にこれ分割してリーマンは足してあげれば求められるし、それをこういう記号インテグラル fx dx って書くんだっていうのは結構なんだが、そこで話は終わりだってなっちゃうんですよ、一回。そうですよね。これ以上話進まないんですよ。で、一応これじゃあ取っときましょうということで次いきますね。話変わってですね、ちゃんと後でつながります。定積分の平均値の定理っていうのをちょっと証明しておきます。これ何言ってるかっていうとですね、関数 fx は a から b の間の範囲で連続だとします。つながってますよって言ってですね。この時、知識を満たす C っていう何か数字が A から C の間に少なくとも一つは存在すると、まあ、またこの存在する系の話なんですね。で何言ってるか、これ定積分ですよね。 A から B までの関数 FX の定積分っていうのは B-A かける F の C っていうふうにかけるですよ、絶対かけるよっていう保証をしますよって言ってるんですね。何なのかとですね、定積分はもういいですよね。このグラフで囲まれた部分の面積がこちら左辺 A から B までインテグラルの fx dx だと、はい、でこれと同じ面積になるであろう、値がですね、これ B-A はこの B から A までのこの横幅というか底辺の長さですね、でかける高さが fc だって言ってるんですよ。要はこの幅が A-B で同じなんですけど、この面積と同じになるようなこの中で塩梅のいいところがこの中にどっかにあるよねって言ってるんですよね。っていうこの C の値にとって FC っていうところでこう天井を決めてあげるとどっかで同じ面積になるよって言ってるんです。まあなんかなりそうですよね。でこれ保証するのが定積分の平均値の定理でございますと、証明しましょう。fx が定数だと、要は定数ってことはもうグラフ真っ平らなんで常に成り立っちゃいますねと。だからこれ以降はですね、関数 fx は定数ではない、なんかこう波打った形のグラフだとして、最大値をラージ m、最小値をスモール m とさせてください。はい。まあこの時ですね、面積の大小関係からですね、知識が成り立つと真っ平らですけど、スモール m かける b-a。まあ、要はここですね、横幅っていうか、まあ、四角形でいうとこの横かけるスモール m 高さよりもこのインテグラルの値、インテグラル fx dx でこれよりもさらに今度は最大値 m を使った四角形の面積ラージ m かける b ひく a でこういうふうに関係が成り立ちます。それはそうだ、だってこれ最大値と最小値ですからね。でこの両辺を b ひく a で割り算しますと、つまりスモール m からこの b-a 分の1かけるこのインテグラルグラフの面積は、ラージ m よりちっちゃいよっていうのが表されるんですけど、これいいですか、スモール m っていうのはこの関数の最小値だったんですよね。でラージ m っていうのはこの元の関数 fx のラージ m っていうのは最大値だったんですよね。ってことはfx ってこれつながってると、要は途中でポーンって飛んだりしないんで、絶対にこのスモール m からラージ m までの
どの値、任意の値だって取れるはずですよね。ってことは、この値、なんか分かんないですけど、とりあえず最小値と最大値の間にこの値があるんだったら、この値とジャスト一致するような値がどっかにあったっていいはずですよね。ってちょっと回りくどいんですけど、なんでどこにあるか分かんないですよ、どこにあるか分かんないですけど、その範囲内で C っていうのをうまいこと見つけてくれば、この FC っていう値はラージ M、あ、スモール M からラージ M の間にあるはずなんで、b引く a 分の1かけるインテグラル a から b までの fx dx と一致しますよっていうことがまあ言えるわけですよね。最大値最小値の間に絶対値があるからっていう、まあ、そこに帰着させるわけですね。これで証明終了となります。まあ当たり前っちゃ当たり前かもしれないんですけど、まあこういうふうに証明するんですよっていうことですね。はい。でもう一個、今度は定積分の次は不定積分のお話させてください。関数 fx はまた例によって A と B の間にちょっと今回独立変数として T っていうのを使わせてください。ちょっと X は別の場所で使うんで T でいきますね。で連続だとします。でこの関数 FT をある値 A からもう一個 X まで定積分した値のことを、まあ、不定積分って呼ぶんですね。何言ってるのか、はい、まあ、要は何か知らないですけど、こうぐにゃぐにゃっていう波形があって関数があって、それも y イコール ft のグラフだって言ってるんですね。でこれを積分します。はい、端点は固定している a で、ここからですね、どこまで積分しようかな、どこまで面積求めようかなっていう時に、このはもう片方の端が x だって言ってるんですね。 a から x までこの関数の定積分を求めたこの値のことをですね、不定積分、まあ普通ラージ F って表すんですけど、ラージ FX、要はこれ X が動くと当然この面積も、定積分の結果を得られるこの面積も変わるじゃないですか。つまりこの面積自体が X によって変動する、つまり X の関数になってるわけですね。だから X の関数なんですよって意味でラージ FX っていうふうに書きました。それだけの話です。 A から X まで積分したやつのことを不定積分 X と言いますよと。はい。そうするとですね、これが今回の本題でございます。微積分学の基本定理、これすごいっすよ。まあすごいっすよって僕が言っちゃってもしょうがないですけど、不定積分、ラージ FX イコール A から、まあ、動き回る X までの積分、これを X で微分するとですね、いいですか、元の FX に戻るんですよ。もうこのグラフをまあ、あるところまで、まあ、X まで積分したよっていうこの面積、この面積の値をさらに X で微分すると、まあもともとのその波形を作っているあの形ですね、形を表す FX に戻る。つまり積分して微分したら元に戻るんだって言ってるんですね。この定理は微分と積分は互いに逆の演算だって主張してるわけですよね。でこれすごいことなんですよ。要は今まで全然関係なかったんですよ。微分っていうのはグラフの傾きを求めるメソッドであったと。で、積分っていうのはグラフで囲まれた部分の面積を求める手法だったと。全然バラバラ、お話違うわけです。歴史も全然違う。出発点も違う。それがこの一本の式で逆の演算なんだよ。結びついちゃったんですね。これは偉いことなんですよ。で、この定理のおかげで何がすごいかっていうと、リーマン和を直接扱わなくても我々面積求められちゃうんですよ。そうですよね。だってリーマン和我々無理ですよ。あれリーマン和使った定積分って無限の足し算とかやるわけじゃないですか。無限の足し算無理じゃないですか。だけどこれは定積分したやつ微分したら FX なんだってことは、じゃあ微分したら FX に戻るようなやつが面積表してるんでしょって言えるわけですよね。微分したら FX になるやつを探してくればいいんですよ。経験的に知ってるからっていうことで。ということで、この微分すると FX になるようなこの、まあ、不定積分のことなんですけど、こんな関数のこと、これ面積求める上で非常にこうキーとなる関数なわけですね。で、これのことをですね、微分すると元の関数 FX が得られるようなこのラージ FX のことですね。これをFX の原子関数っていう言い方します。 でも微分して FX になるのって、これ不定積分ってさっき言ってたじゃないですかって思われるかもしれないんですけど、まあ、
結論としては連続関数の場合、まあ、我々エンジニアが扱うのは連続関数なんですけど、連続関数の場合は原子関数と不定積分って一緒なんですね、まあ、式からも分かるかもしれないですけど、なんですけど一応ですね分けて、説明しておきたいと思います。結局積分範囲の片方が変数 x として動き回るよっていうものは不定積分と呼ばせてください。一方でどんなもんでもいいんで微分したら fx になるようなラージ fx っていうのは原子関数と呼ぶんだってことですね。では積分定数がつくようなやつのイメージをしていただければと思います。ということでこの微分と積分は逆の演算なんだっていうことを主張する微積分学の基本定理、これをですね、まあ結構簡単に証明できるんですけど証明していきましょう。これ面白いのでぜひ一緒にやってみてください。まずですね、不定積分ラージ fx っていうのを微分してみましょうと。はい、微分の式覚えてますでしょうか。傾きの式でしたね。デルタ x 分のラージ fx プラスデルタ x から fx を引き算しましたと。でデルタ x を0に飛ばせばいいですね。懐かしいですね。はい、イコール、はい、デルタ x 分の1このラージ fx プラスデルタ x というのは a から x プラスデルタ x までの積分だったと。引くことのこちら fx は a、ごめんなさい、ラージ fx は a から x までの f、まあ元々の関数 f の積分だと。まあ今回積分変数 t にしてますけどですよね。でこれ何やってるかっていうと a から x プラスデルタ x までの積分から a から x までの積分引き算しろって言ってるんで残るのここですよね。x から x プラスデルタ x までの積分になるよと言ってるわけですね。はい、よってイコールリミットデルタ x は0に飛ばすことのデルタ x 分の1かける x から x プラスデルタ x までこうですね。x から x プラスデルタ x までの積分、定積分ということになりますと。でここで先ほど証明したワンクッション入れたやつですね。定積分の平均値の定理っていうのを使いましょう。はい、実式を満たす c っていう文字が値がこの積分区間 x から x プラスデルタ x の中に、まあ、絶対1個はあるよって言ってるんですね。デルタ x 分の 1x から x プラスデルタ x 分デルタ x までの積分というのは、はい、f の c かけるデルタ x で表されると。そうですね、今回積分範囲がこれ x から x プラスデルタ x なのでここの幅ってデルタ x ですよね。ちょうどデルタ x なんでその要は縦かけ横の式なんで fc かけるデルタ x というのが出てきたと。でこのデルタ x ともともと微分の式で出てきたこのデルタ x 分の1がこれ相殺するんで結局 fc になると。はい、この不定積分 fx を微分するとなんか知らんけど x から x プラスデルタ x の間にいる c を使って fc って値になったんですって。なんですけどこれ今あれなんですよね、デルタ x を0に限りなくこう寄せるっていう話がついてたんで c っていいですか、 x と x プラスデルタ x のどっかに知らないですけど c がいるんですよ。でデルタ x のこの幅0につなげたら x プラスデルタ x は x によりますよね。ってことはその間にいるって言ってる c も結局 x に収束しちゃいますよね。だって挟まれてるんですから、まあちょっと挟み撃ちっぽいロジックですよね。なので結局ですね fc ってこれ fx のことなんですよ。ってことで、はい、不定積分 f ラージ fx を微分すると元のですねこの波形の方ですね、この輪郭をかたどっていた元の関数 fx が出てきますということで証明終了となります。ちょっとこれまあ最後挟み撃ちのところとか使うんですけど、最初ですね結局この微分の定義とか定積分の平均値の定理というのがまあ効いてくるんでちょっとしっくりこない場合は復習してみてください。ということでこれもすごいことになったわけですよね。微分と積分逆の演算だってことが分かったんで人間技では不可能だった定積分っていうのを我々計算できるようになっちゃったんです。ちょっとやってみますね。関数 fx の原子関数ラージ fx というのは x イコール x0 っていうのが適当な視点としてですねこんな式で表されると。どっか知らん x0 から x までの面積をこう
表してるよっていうのが、まあ原子関数なわけですね。微分したら fx が現れるわけですから。でこれを使ってある a からある b までのこの幅 a から b までの積分を求めたいなって思った時ですね、これいいですか、x0 から b までの積分、これ全体ですね、から x0 から a までのこの色つけてない部分の積分を引き算すれば、まあ、この色つけた部分出てきますよね。なんで要は a から b までの積分っていうのは x0 から b までの定積分引く x0 から a までの定積分でも、この何ですか、ここ x までの定積分っていうのは要は、F、ラージ fx のことでしたから、あえて言うとこれラージ fb 引くラージ fa、 つまりこの関数が分かっていればその関数に b 代入したやつから a 代入したやつ引き算すればこの面積求められるって言ってるんですよ。まあ、こんな形でよく書きますよね、面積の値って。なんでとにかくですね、微分したら fx、 このまあ独立変数 t で書けば ft ですけど、まあ、関数の名前 f って言ってるんで同じことですね。あの独立変数の名前なんてつけるかだけの違いなんで、まあ関数 f、 微分すると関数 f が出てくるような原子関数を見つければそれに端点の代、あの値代入して引き算するだけで面積出るんですよ。人間技じゃ不可能だった定積分が計算できちゃうんですよ。しかも近似とかじゃないんですよ。ぴったし絶対このカーブに本当にフィットした面積が計算で、人間の計算で得られるって言ってるんですよ。これ恐ろしいことですよね。すごい。なんで、まあ、まず定積分をすれば、微積分学の基本定理の副産物ですけど、原子関数を見つけてくれば定積分ができちゃうよと。じゃあ具体的にどうするかっていうと、ここが一番ちょっとこうネックっていうかしょうがないなってとこなんですけど、微分したらその元の関数、微分したらこのカーブを表す関数になる fx ってどうやって作るのって言ったら、これはもう勘なんですよ。言い方悪いですけど、要はさまざまな関数を微分してきた経験をもとにして、これこの形になる、微分するとこれになるってことはあれでしょってこう思いつく、その経験をもとにしてひらめくしかないですよね。ほんとこれしかないんですよ。なんで高校生の頃とか、いろんな関数微分しなさいって、微分の練習させられたと思うんですけど、あれは要は逆演算である積分をまともにするにはですね、その経験がないとできないんですよね。これ変な話なんですけど。なんで、いろんな関数を微分するっていうのは、まあ、ちょっとこの動画シリーズでも何回か前にやりましたけど、あの経験がないとできないんですよね、積分。なので、微分だけは、まあ、僕はあんまり頭ごなしに計算問題解きなさいっていうのは好きじゃないんですけど、微分だけはいろんな関数を微分する練習しておいた方がいいかなと思います。はい、ということで今回ちょっといろんな用語が出てきたんで、定積分、不定積分、原子関数ってちょっとまとめますね。まず面積をざっくり見積もったリーマン和の極限のことを定積分というんでしたね。でもしこの極限がなければ、収束しなければ積分不可能って言っちゃうんですけど、まあ、普通エンジニアリングではそういうことはほとんどないです。で、適当な視点、まあ、例えば文字 A で表すと、から動き回る変数 X までの積分のことを不定積分と言いますよと。要は、ラージ FX イコール A×X まで、これが動くよって言ってですね、の積分と。で、大抵これを、積分範囲書かないで、でしかも積分変数 x に変えちゃって fxdx で書くのが慣例です。はい、で微分すると元の fx に戻る関数のことを fx の原子関数ラージ fx と普通書きますと言いますよと。で通常は積分定数 c、まあ、微分すると0ですからね、定数 c をつけた状態で表されて、まあ、連続関数の場合は不定積分こっちですねと一致しますよと。はい、要は、まあ、不定積分に別に定数ってこれ足し算しても、微分したらゼロなんで、まあ、これ足したものを、まあ、要は微分したら fx が出てくるやつという意味で原子関数と呼びますよと。まあ、そういう形になります。ということですね、微積分学の基本定理によって微分と積分がつながった、もうこれ本当にすごいことですよ。ビビりますよね。だって関係ないんですから、微分と積分って。出身全然関係なかったんですよ。
だけど繋がっちゃったんですね。で、ちょっと大げさな言い方ですけど、本当にその積分って大昔のエジプト、メソポタミア、なんかその四大文明みたいなところで、その農地の面積を農民の間で分け分けするみたいなところから始まった話らしいんですね。一方で、微分って本当こう1600年代とか1700年代ぐらいに、いわゆるニュートンさんとかライプニッツさんって人が生み出した技で、もう1000年以上間あるんですよ、歴史的に。ものすごいバラバラなんですよね。で、微分使えば、まあ、その各場所の傾きが分かれば、まあ、設計できそうやって話と、まあ、積分っていうのはまあ、 あるっちゃあるよねっていう話は、まあ、それぞれ独立してあるわけですけど、それがつながったからこそ今の現代の科学技術があるんですよね。これ本当全然大げさな話じゃないんですよ。まあ、産業革命があったからとかいろいろ言い方ありますけど、まず間違いなく現代のテクノロジーがあるのは微分と積分がちゃんとつながった形で示されているから、微積分学の基本定理があるからなんだっていうのは、これははっきり言えるんですね。で、ということは未来の情報を持つ同関数を積分してやれば元の関数が出てくるんだから、設計ができるじゃんと。同関数 F' っていうのは対象の未来の変化を表しているわけですよね。いわゆる物理法則とかモデルを表しているわけですよね。で、これは何かって言ったら、元々の関数の傾きを表しているわけじゃないですか。微分なんですよね。で、我々はこっちからこっちに行きたいんですよ。設計っていうのは同関数物理法則から元の関数対象のそのものの挙動を表す波形を知りたいんですよね。これを決めるのが設計なわけですよね。ただ今まではこっちからこっち、傾きを求める話しかしてこなかったんですよ。だけど我々エンジニアが現場でしなきゃいけないのは、この物理法則から元の波形を再構築する話なんですね。で、微分と積分は逆なんだよ、こっちの矢印は積分なんだよっていうことが分かったから、よっしゃ積分しようってエンジニアは思うわけですよ。だからエニアック作ったんですよ。積分しないと何も設計できないって気づいたわけですね。ということで、積分もですね、微分ともどもよろしくお願いします。はい、ということで、まあ、積分と微分はようやく揃いましたので、次回はですね、電子機器に欠かせないフィルターっていうのは微分および積分でしか実現できないんだという話、制限波信号の微積分とデジタルフィルター、これちょっと信号処理っぽい話ですね、の原理というお話、してみたいと思います。はい、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。皆様こんにちは、デジキーの山下です。今回はデジキーのオンラインコミュニティフォーラム、テックフォーラムをご紹介します。テックフォーラムはエレクトロニクスの原理に関する質問からトラブルシューティングまで、さまざまなトピックに関する知識を共有し解決するためのオンラインコミュニティフォーラムです。テックフォーラムのカテゴリーは大きく分けて、よくある質問、技術的なヒント、部品品場、クロスリファレンスの4つがあります。ご質問があれば各カテゴリーのアーカイブから最適な解決方法をすぐに探せます。アーカイブで回答が見つからない場合、新しいトピックを作成し、デジキーのエンジニアやフォーラムのメンバーから問題解決のヒントや解決方法を入手できます。テックフォーラムのご利用にはマイデジキーへの無料登録が必要です。登録後はログインするだけで必要なサポートをご利用いただけます。お困りのことがあればクイックスタートガイドをご覧ください。皆様のご利用をお待ちしております。